J-WAY ロハスタック。今週のゲストは株式会社クリーマ代表取締役でクリエイティブディレクターの丸林幸太郎さんです。リモートでのご出演です。丸林さん、はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。丸林さん、1979年横浜生まれ。慶応大学卒業後、大手インターネット広告代理店勤務を経て、2009年に株式会社クリーマを創業、2010年に個人のクリエイターがネットで直接作品を売買できるオンラインのハンドメイドマーケットプレイス、クリーマのサービスを開始し運営されていらっしゃいます。丸林さん、まずあの会社のメイン事業であるハンドメイドマーケットプレイスクリーマのこう内容というのかな、どんなものが売買されてて、どのくらい あの利用者なのかとか、規模をちょっと教えていただけますか。はい、今クリーマは、2010年からサービス運営してるんですけど、現在例えばアクセサリーとかインテリアとか、器とか、いろんなジャンルの、作品を作られている方が今22万人、出展されていらっしゃって、その方々の1200万作品が出品されているというような形になっています。一応月間で、月間3000万人ぐらいの方がサイトとかアプリを訪れていただいているような状況で、今年間で160億円ぐらいですかの、取引取扱いがサイト内で行われていると、いうような場所になっています。そうね、はい、その22万人のクリエイターの人って日本の人だけなんですか、それとも海外の人もいるんですか。クリーマって実は日本とあと中国語圏でも実はアプリとか展開してまして、っていうのがあって、日本と、台湾の方のデザイナーさんとかは結構いらっしゃるんですけど、世界どこからでも出品はできるんですけど、基本的には日本が中心という形になりますね。なるほど。J-WAY ロハスタック。そもそも話になっちゃうんだけど、丸林さん、なぜクリーマを立ち上げたんでしょう。ちょっとその背景を教えていただけますか。ちょっと学生の頃に大学生しながらなんですけど、ちょっとプロとして音楽活動した時があって、なんか割とこうすごい才能あるのに仕事あんまないなみたいな人もいてみれば、それの反対側のケースもあったりとかっていうのがいろいろある中で、才能とかこう努力とかが、生徒に、なるべく生徒に評価できされるような、なんかこう仕組みがその創作の世界で作れないかなっていうのを、ちょっと昔からずっとライフワークのように考えていて、それが新規事業をやるときにこのサービスの形でつながったっていうような一応イメージですね。はい、創業は、2009年29歳で、ご自身の会社赤丸ホールディングスを立ち上げたとあるんですけども、最初このサービスじゃなかったらしいんですけど、どんな事業から始められたんでしょう。もともと本当に僕ともう一人の今もうちの役員をやってくれている仲間と2人で会社を立ち上げました。それで最初に行った事業は北欧とかあっちの方の結構生活様式で、なんかシェアハウスってあるじゃないですか、はい、シェアハウス の多世代の方が緩やかなコミュニティを作って生活する、なんかコーポラティブハウスとか言われる住居形態なんですけど、それを最初日本で広めたいなと思ってやったんですけど、なかなかうまくいかなかったっていうところで、割と早めの段階で撤退判断をして、その次の事業でクリーマを始めたっていうイメージですね。はい、でもさ、やっぱり一番最初に始めたことってなかなかやめにくいと思うんだけど、それは相方とさ、どういう決断で、じゃあここで、ちょっと次行こうって思ったのか、ちょっと教えてもらえますかね。でも本当おっしゃる通りで、なんか新しいことを始めるのって別にそんなにワクワクするだけでそんなに難しい、実際難しいことじゃないと思うんですけど、やっぱ何かを捨てるってすごく難しいことだと思うんですよね。これに関して言うと、ちょっとその一応会社を創業する前から、その一応その10年で一応会社を株式公開までは持っていける会社にしたいなっていうのを思っていて、それを仲間たちとも約束してたんですね。っていうのがあったので、このタイミングでもう引かないと多分なんていうのかな、もうあと多分手遅れになるなっていうところがあって、実は半年営業、本当に死ぬ気で営業半年やって無理だった、一個も取れなかった段階で、僕がもうこれは やめると決めて、仲間に告げたって、これで行きたいっていうような話をさせてもらったっていう感じですね。立派ですね。僕はケニアにね、若い時ホテル建ててひどい目にあって、もう3年目にやめた方がいいかなと思ったけど、ずるずるやって、もう30年ずっとひどい目にあってもんね。そ
それひどい意味で合ってるんですか、実は。30年続くのすごいじゃないですか。30年続けてもうずっと大変だよ、もうアフリカの人だけで喜んでんの。まあいいや。J-WAY ロハスタック、こうプロフィール読ませていただくとさ、クリーマのサービス開始から半年もしないうちに初のイベントをドイツで開催って書いてあるんだけど、これなんでドイツ？なんかすごいシンプルに、なんか最近こうスタートアップでこうなんかもう創業前から資金調達してみたいな会社やっぱ結構よく見ると思うんですけど、はい、僕らは自己資金で始めた会社なので、やっぱりいかにこう知恵を絞ってなんか面白いことやったりとか、自分たちのやってることを皆さんに知っていただくかみたいなことを結構テーマに、とにかくまあ知恵と力を振り絞っていろんなことやってきたんですけど、その中でなんかこうクリエイターの人たちがみんなが喜んでくれること何かなってなった時に、やっぱ自分でできないことを我々としての場を提供したいなっていうのがあって、ですごいシンプルに、やっぱベルリンってすごい若手のクリエイターとかアーティストがすごい世界から集まるクリエイティブないい場所なんていう中で、そこで一番評価されるクリエイターって誰なんだろうって決める、そういうなんかアワードみたいなことやれたら結構面白いんじゃないかなと思って、それでもう本当にです、現地のパートナー自分たちで電話とかメールで募りに募ってやったっていう感じですね。はい、その、まあ、記念すべき第1回のドイツでのそのイベントのアワードを、はい、まあ、一等賞というか取った人は何のクリエイターだったんですかね。クレイアートっていう、はいうんはい、クレイアートの領域の方ですね。うん、まあ、3人ぐらい、あと、まあ、陶芸もすごい評価高かったりして、あと絵画とか含めて3人の方が最終的にベルリンでギャラリーでお手やらせていただいてみたいな感じの流れで、はい。マルバイスさんも現地行かれたんですか。あ、行きました。なんか100年に一度の大雪っていうのが訪れて、なんか結局12月の20日ぐらいに帰ってくるはずなのに、大晦日まで帰ってこれなくて、うん、結構、はい、一人でずっと向こうで、はい、閉じこもってました。でも そのギャラリーかなんかでやったのかなと思うんですけど、はい、まあ、展示を見に来てくれたと方とか、そういうのはどういう反応でした、日本のクリエイターに対して。あー、本当にもう10年ぐらい前なんですけど、でも日本ってやっぱそのものづくりのそのなんていうんですかね、いわゆるなんかメーカーさんとかのメイドインジャパンみたいなところのやっぱイメージが、多分今結構アニメとかやっぱそういう漫画とかがとにかくすごい普及してるのがあれなんですけど、当時まだそこも今ほどではなくて、やっぱなんかメーカーのものづくり のメイドインジャパンみたいなイメージはあったものの、このなんか自由なクリエイティブな世界で、ここまでこういうクリエイティブな人たちがいるっていうのは全然知らなかったみたいな感じで、結構本当に向こうの方めっちゃ喜んでくれましたね。なるほど。J-WAY ロハスタック、丸林さんは結構、会社立ち上げてから8年間赤字だっていうんで いろいろ苦労したみたいなんですけども、今振り返ってみて、そのターニングポイントだなっていうのはいつどんなことだったんでしょう。なんか明確にこれがあったから会社が成長したとかいうのははっきりは実はないんですけど、まあ地道に本当にやるべきことを地道にやり続けてきたっていうところなんですけど、まあ、分かりやすい結構一つ、あれは2000でもまだ13年とかの頃なんですけど、結構まだ社員が5人だった時とかに東京ビッグサイトを活用してですね、ハンドメイドインジャパンフェスっていうイベントを始めました。いわゆるそのなんか日本で活動するクリエイターの作品とかを、まあ、国内外にこう向けて大きく発信していけるような場を作ってこう、まあ、で、まあ、カルチャー広めていきたいなってシンプルにそれ話だったんですけど、そういう場所が必要だなと思って、結構本当シャロンをかける形で大勝負でやらせてもらったんですけど、それが一応なんとか本当に成功して、徐々にそのなんかマーケットとかカルチャーが広がっていった感覚はなんとなくあるんですけど、まあ、ちょっとこればっかりはっきりは分からないですけど、やっぱりリアル のやっぱそれ場所とかでとても重要だなっていうのをやっぱ改めて感じましたけどね。はい。J-WAY ロハスタック、丸林さんのクリーマの歴史をこう読まして読み込んでみると、ただのネットの会社じゃなくて常にイベントとかリアルと両輪なんですけど、それはあれですか、丸林さんの、まあ、性格というか生き様なんですか。ちょっとそこら辺をリアルにも足を置いてるところの重要さをちょっと
教えていただけますか。なるほど。一応すごいシンプルに2つあるかなと思ってて、やっぱ一つはその僕らそのクリマという場所はやっぱそのクリエイター作品の魅力とか、そのクリエイターの活動をいかにたくさんの人に伝えていくかっていうのがやっぱり僕らが担うべき役割だと思っていて、やっぱそのインターネットでも伝えられることってあると思うんですけど、やっぱりリアルじゃないと伝えられないこととか、なんか熱量とか温度感とかってもあると思うんですよね。でそういったところをまず伝えていくためにネットだけじゃなくてリアル の場所っていうのが必要であるってことが一つと、なんかこうカルチャーとかを普及させていかなきゃいけない、まだフェーズ、やっぱ2010年ってクリエイターの作品をそもそもネットで買うってどういうことみたいな感じで、はい、全然サービス伸びなかったんですよ、はい。クリエイターの方だけ、クリエイターの方はいっぱい集まってくれたんですけど、全く買い物は進まない状態がずっと何年も続いて、その時にあれですね、やっぱカルチャーを広めていかなきゃいけないなっていうところが課題としてあって、やっぱそう、なんか、まあちょっと本当に大げさな話で申し訳ないんですけど、なんか音楽の、なんか日本の音楽シーンにおけるフジロックとか、なんかああいうなんかカルチャーを勃興できるような場所が、なんか、自分たちの手でそのクラフトの世界に作れないかなっていうところがきっかけですね、はい。やっぱリアルの場ってそういうなんか魅力を知ってもらうとか、カルチャーを届けるとかっていう意味ではすごい重要な場所なんじゃないかなと僕は思ってます、はい。 J-Way Lohas Talk。 あとその丸林さんが掲げたミッションの中で、愛ある授業で人を世の中を元気にすることって、まあ外言的なメッセージがあるんですけど、これはいつ頃から大事にされてるんですか。もうちょっと言葉は若干その微修正はかけたんですけど、はい、これが実は創業前からもう決めていたことですね。だから創業前にその一緒に会社を作った役員に対して、彼にその一対一でプレゼンテーションした時もこれと全く同じことを一応言ってたんですけど、はい、そうですね、うん。いや、まあ、どうせきっかけは何なんですか、はい。そのまあ、映画を見たとか本を読んだとか、なんか自分たちの、まあ、活動の中で普通あんまり愛ある授業でってこう真正面にこんなことを言わないじゃないですか。確かに確かにそうですね。なんか何ていうのかな、結構 人生のテーマ感として結構子どもの頃から、はい、どうせ何かやるんだったらこう一番たくさんの人をハッピーにできることって何なんだろうなみたいなことをずっと思いながら、いい、ね、自分がやるべき仕事って何なんだろうってこと中学生ぐらいから実はずっと悩んでた子で、はい、で大学生の時にその経営者になるっていう最後判断、その音楽やめて経営者になるって判断をしたのも、その経営者になってその愛のある事業をいろんな領域で作っていくことが最大多数の人のハッピーにつながるんじゃないかを作ることにつながるんじゃないかっていうことに気づいたのが実は経営者になろうと思ったきっかけだったんですね、はあ。いやでも今日ねあなたと話すと僕ね反省が ずっと刺さってくる。僕の場合はやっぱりみんなを幸せにしたいって思うところで止めとけばいいのにさ、アフリカの人を幸せにしたいと思ったのが間違いだった。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。いやもうか八つ咲きだよどんだけ大変なのかすごい気になりますJ-Way Lohas Talk。そんな丸林さんが11月6日土曜日と7日日曜日の2日間にわたって開催されるクリーマ主催の野外フェスティバル、クリーマやまびこフェス2021、まあ、これについてちょっと伺いたいんですけど、場所はあれですか、富士山のふもと、御殿場でやるんですか。ちょっと内容を教えてください。はい、このクリーマやまびこフェス2021というイベントなんですけど、今回初めての開催なんですけど、御殿場高原で、11月6日と7日に2日間にかけて、行うイベントになります。富士山をバックにこう望むような野外音楽ステージに12組のアーティストが出演するライブステージがあったり、あと、アウトドアサウナとかサメシとかを楽しめるサウナ村っていう結構大きいサウナ村が現れたりとか、あとクラフト市ワークショップ、アウトドアエリアとか、本当にあとコーヒー のロースターコーヒーの飲み比べとかですね、かなりその音楽とクラフトテーマでいろんなこうカルチャーが融合するような新しいイベントをスタートするという形になります。まあ、イベントの概要は分かったんですけど、この中で、ま、丸林さんはどうするの、自分でバンドで出演するの。いや、出演しないですけど、ぜひ第1回のこのクリーマやまびこフェスに出てほしいなと思っていたアーティストの方に集まってもらえたので、僕の出番はないかなという形です、はい。
まあでもあれじゃない、これサウナ村で丸林さんがサウナ入ってるとかそんなのもあんのかね。あります。このイベントはもう正直僕 もう企画の部分から入り込んではいますけど、当日はもう僕普通に楽しみたいなと思ってるんで、うん、はい、ちょっと気になったのが、はい、そのなんかバリスタで日本チャンピオンのバリスタチームが参戦するコーヒースタンドができるんですか、ちょっと教えてください。そうですね、このコーヒースタンドコーナーっていうコーナーができるんですけど、まあ、東京の蔵前にあるリーブスコーヒーロースターズ方々が参加いただくんですけど、はい、こう日本チャンピオンを獲得したバリスタによるコーヒーの飲み比べができたりとか、かなり普段は本当完全予約制のトップクオリティのコーヒーが飲み比べできるようなエリアっていうのも用意してます。結構本当に美味しいコーヒーなんで楽しめるかなと思いますけど。なるほど。はい、それで一番肝心なその人気クリエイターによるクラフト市はどんな規模なんでしょうか。クラフト市に関しては1日130組の方々が例えば器とかファッションとか雑貨とかに関連する小さなお店をこうずらりと130店舗ですねが並ぶような形になります。かなり個性的でここでしか触れられない作品がいっぱい集まるんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、いろんな興味の方が集まると思うんですけど、まあ、主催者である丸林さんとしては来場者の方にはどんな風に過ごしてほしいんでしょう。まあ、一応今回ですね、音楽とクラフトで、いろんなカルチャー集まるイベントなんですけど、一応ど真ん中のメインとしてはやっぱ音楽のところが一つ肝になるかなと思っていて、まあ、離れ組クランボン、ネバーヤングビーチ、まあ、テンダー、ハンバートとかはじめ、結構そういう、日本の大型フェスのメインステージ飾ってきたりとか、日本武道館の単独公演でやってるような結構日本のそういう音楽シーンを牽引してるようなアーティストが12組集まるっていうところになるんですけど、ぜひその好きな方とかもたくさんいらっしゃると思うんですけど、出るアーティストの音楽楽しんでもらいたいなっていうのが基本的にあって、であとなんていうんですかね、例えば僕だったら音楽もこのアーティスト好きだけど、実際にそこに行ってみたら例えば美味しいコーヒーに出会えたとか、サウナってこんな気持ちよかったんだとか、なんかそういう新しい気づきとか発見があるようなイベントにしたいなと思ってて、なのでそのいろんなカルチャーが混ざってるんで結構なんか詰め込んでるようにこう見える可能性もちょっとあるんですけど、実は一個一個のカルチャーを結構ちゃんとディープに捉えて、本当にその好きな方でも初心者の方でも楽しんでもらえるような場を作っているつもりなので、なんかぜひこう新しいこう発見とかなんか気づきみたいなのがあったらいいなと思ってるんですけど、っていうなんかすごいちょっとそれっぽいこと言ったんですけど、結局のところやっぱこう今、ね、コロナとかもあって結構人と人とか結構分断されたりとかのおかしなタイミングなので、なんかみんながこう集まってこうハッピーに笑顔になれる場所になったらいいなっていうすごいシンプルな感じです。はい、なるほど。まあ、詳しい情報はクリーマ山彦フェス2021オフィシャルホームページをご覧ください。まあ、丸林さん今後やりたいことがまだまだありそうですけども、 どうぞなんかこれからも面白いことを仕掛けていってください。今日はどうもありがとうございました。あれじゃあ今度アフリカの話聞かせてください。めっちゃ気になる。J-Way ロハスタック。